世界オセアニアポリネシアサモアアメリカ領サモアは南太平洋のポリネシア地方にあるアメリカ合衆国の自治領で順守。サモア独立国の南東に位置する。アメリカンサモア、東サモアとも呼ばれる。主要な領土はトゥットゥイラ島と近隣のアウヌー島、マヌア諸島の火山島、及びサンゴ干渉であるローズ干渉から構成され、離れたところにある。 産後干渉のスウェインズ島も含まれている。アメリカ領サモアは、サモア当初の一部であり、トンガ王国の北、クック諸島の西、トケラウの南5 0 0トルに位置する。西に向かうと、フランス領のウォリス・フッツナがある。面積は197.1平方キロメートル。総人口は2010年の国勢調査で55,519人となっている。 紀元前1000年頃にはすでにサモア諸島に人が住んでいた。サモアは18世紀になるまでヨーロッパの探検隊には知られていなかった。東サモアのヨーロッパ近代改善の歴史は西サモアと密接な結びつきがあった。アメリカ領サモア地域の歴史はポリネシアの中でも最も古いうちに入る。マヌア諸島の王はトゥイマヌアの称号を持ち、一時は フィジートンガ・クック諸島、トケラウ諸島といった太平洋各地の軍島を支配するなど、これらの島と政治的、経済的に強く結びついていた。トンガがサモアを支配した時代には、マヌアはサモア諸島の中で独立を維持した唯一の地域だった。トゥトゥイラ島やアウヌー島はウポル島と政治的に強く結びついていた。アメリカ領サモア及び サモア独立国を含むサモア諸島全体は現在でもファー・アマタイという伝統的な統治システムや血縁関係によってかつてと同じく結びつけられている。ファー・アマタイの政治システムやファー・サモアと呼ばれる伝統は古代のサモアにいた血縁関係で結ばれた女王ナファルアとサラマシナに発祥する。オフ島の海岸西洋人とこの諸島の人々との最初期の出会いには フランスの探検家とトゥトゥイラ等の住民の間で発生した18世紀の戦闘が含まれる。この戦いの結果、サモア人はサモアを侵略すべくトライした西洋人から残忍な民族であるという悪い評価を与えられるようになった。その後サモア諸島に対し19世紀初めにラトロンガン伝道団が送られ、1830年代には改収派協会ロンドン伝道協会の ジョン・ウィリアムズにより率いられた選挙師団が公式にサモアにキリスト教を移入した。それから100年弱でサモア人の改修派教会は南太平洋の最初の独立した先住民教会となった。1889年の3月、ドイツ海軍の軍艦がサモアを襲撃し、アメリカ人の居留地や資産を破壊した。アメリカの三隻の軍艦がサモアに入港し、 三隻のドイツ艦に対する戦闘の準備をした。しかし戦闘が始まる前にアメリカの船もドイツの船も台風で沈んだため戦力を失った両軍は実行力のある急戦条約を結んだ。19世紀後半の対立的な国際関係は太平洋にも及び各国を交えた王位をめぐる紛争へと発展した。しかし、 1889年3月の台風による被害で戦闘継続が困難になったことから、A、B、独による三国協定で停戦となり、三国共同の調査委員会の下で1900年2月16日、サモア協定が締結された。サモア諸島については、ドイツ帝国とアメリカ合衆国が1899年に東西に分割することで決着した。 翌年、アメリカは、トリブンとなる東半分の小さな島々を公式に占領した。ドイツが占領した西の大きな島しょ部は、今のサモア独立国にあたる。アメリカが東、サモアを保有した後に、パゴパゴ港に、アメリカ海軍の太平洋艦隊のための石炭補給基地が建設され、地方長官が任命された。海軍は、1900年に、 トゥトゥイラ島の上証書を1904年にマヌア諸島の上渡証書を引き受けた。マヌア諸島の最後の統治者であるトゥイ・マヌアイ・リサラは、パゴパゴ港のタウというところの太平洋艦隊所属の小型砲艦場において行われた一部裁判として知られるアメリカ海軍の一連の審理に従って、マヌア上渡証書にサインせざるを得なかった。第一次世界大戦の後、 ニュージーランドの保護国となっていた西サモアで起こったマウ運動に呼応してアメリカ領サモアでもレオネ村から北第一次大戦の副音兵であるサミュエル・サイレレリプレイに率いられたアメリカンサモアマウ運動が起こったアメリカでの会議の後彼は故郷のアメリカ領サモアに帰るために乗った船から下船を禁じられ帰国が許可されなかったアメリカンサモアマウ運動は アメリカ海軍によって制圧され、1930年にはアメリカ議会によりハワイ王国崩壊に参加したアメリカ人に引きられるアメリカンサモア情勢調査のための委員会を送った。1938年に有名な飛行家のエド・ムシックとそのクルーがニュージーランドのオークランドへの調査飛行の途上にパゴパゴ港に立ち寄った際、上記のパンアメリカン航空、 S-42 飛行艇、サモアンクリッパーの事故で死んだ。離水後に航空機がトラブルを起こし、ムシックはパゴパゴ港へと引き返そうとしたが、緊急着陸のために乗員が燃料タンクを空にしようとしたとき、燃料ポンプに火花が散り爆発によって飛行機が空中分解したのである。第二次世界大戦中、日本と戦うアメリカ海軍のサモアの基地における、 アメリカ人兵員数は地元のサモア人人口より多く大きな文化的影響をもたらした。14歳以上の若いサモア人男性はアメリカ軍によって訓練され、対戦中に兵士、衛星兵、暗号要員、船舶修理工など様々な任務に就いた。戦後の冷戦下で南太平洋における軍の拠点としてサモアを重視していたアメリカ内務省は、 自治法4500によって、アメリカ領サモアを編入しようと試みているが、トゥヤソソポマリオタに率いられたサモア諸島の諸市長の努力によって議会で否決された。彼らの努力は独自の立法府、アメリカンサモアフォノの創設へと結実した。フォノは、アメリカ領サモアのデファクト及びデジュリの首都ファガトの村で行われている。この時、アメリカ海軍指名の政務官は廃止され、 地方選挙による政務官が取って変わった。自治法をアメリカ連邦議会で通過させていないため、法律的にはアメリカ領サモアは合衆国未編入の状態であり、非自治的領域であるが、1967年7月1日に発行した憲法による自治政府が成立している。現在、アメリカ領サモアは国際連合非自治地域リストに記載されている。 2009年9月29日、トゥトゥイラ島の南西1 5 9トル地点で、マグニチュード8.1の地震が発生。パゴパゴで3 1 4トル、サモア独立国の首都アピアで1 4 0トルの津波を観測した。この地震を受け、バラク・オバマ大統領は FEMA から緊急チームを派遣した。東サモアの地図、西サモアの東に連なる。 主要な都市であるパゴパゴはトゥトゥイラ島に位置する国家元首はアメリカ合衆国大統領で2021年1月20日よりジョー・バイデン。領内の行政執行権は順州知事が立法権は自治領議会が担う。司法権はこれら2件からは独立した高等裁判所にあり、判事はアメリカ合衆国内務長官が指名する。 順州知事の任期は4年で、知事、副知事の候補ペアに対する直接選挙で選ばれる。2021年1月3日より、前副知事のレマヌペレティマウガが任にある。自治領議会は任意制。会員は全21議席で、20議席は民選議員、1議席は非民選のスウェインズ島代表。任期は2年。上院は全18議席で、 サモアの伝統的指導者層であるマタイと呼ばれる、各地域の主張から軍会により選ばれる。任期は4年。法律上の首都は議会である炎の所在地である、ファガトゴ村であり、また、行政府の所在地は、行政区画としてはユトレイ村のエイピールタリー、行政府ビルであるが、一般的にはこれらを含めて、パゴパゴと称している。 アメリカ領サモアはアメリカ合衆国の連邦議会会議発言権はあるが議決権のない代表者を1名出席させることが認められている。代表者は任期2年で住民の投票によって選出される。アメリカ領サモアは米国議会により自治法が制定されていないアノーガナイズドテリトリーであるため住民は米国の国籍を持つがプエルトリコ。 北マリアナ諸島、グアム、米領、バージン諸島といった他の米族領住民とは異なり正式には市民権を持たない。しかし現在は他領域の市民権保持者とほぼ同等の権利は与えられている。なお、アメリカ領サモアでは現在死刑制度は廃止されている。パゴパゴの港5つの火山島と2つの産後礁からなる。 首都パゴパゴのあるトゥトゥイラ島と隣接するアウヌー島、マヌア諸島を構成するタウ島、オフイコールオロセガ島、マヌア諸島近くにあるサンゴ礁のローズ干渉、離れた場所にあるサンゴ礁のスウェインズ島である。気候は熱帯海洋性の多湿高温な気候である。降水量も多く年間5000ミリメートル以上の雨が降る。農作物では主にタロイモやヤムイモなどの芋、バナナ、 ココナッツ、コプラである。漁業は盛んで、アメリカで消費されるマグロの缶詰の5分の1は、パゴパゴにある、アメリカ資本の缶詰工場で生産されている。観光産業も有望である。トゥトゥイラ島に、パゴパゴ国際空港があり、オフ島とタウ島にも空港がある。民族構成は、ポリネシア系サモア人が89%、ドートンガ人が4%、 白色人種が2%、その他5%。公用語はサモア語となっているが、住民は英語とのバイリンガルである。サモア語はハワイ語やトンガ語などのポリネシア諸語の一種である。信仰する宗教は、改修派教会が5割、ローマカトリック教会が2割、プロテスタントその他が3割。ありがとうございます。